白鳥とは、カモカの7種の水鳥の総称。シベリアやオホーツク海沿岸で繁殖し、冬季は温暖な日本などへの渡りを行い越冬する大型の渡り鳥である。原生の空を飛ぶ鳥の中では最大級の重量を有している。おとなしいイメージもあるが、子育て中の野生個体は警戒心が強くなっており、ヒナを捕まえようとした人間を追い払う例も報告されている。 日本語の白鳥は、文字通り、白い鳥という意味だが、名称に反して、白鳥族には、黒い鳥である。黒鳥も存在する。寿命は野生で、最長20年ほど、飼育状態では20年から30年ほどである。日本には、大白鳥と小白鳥が越冬のために渡ってきて、北海道や本州の古生、河川等で過ごす。晩秋から初冬に渡来し、春には飛去する。 青森県、島根県、東京都千代田区、新潟県新潟市、阿賀野市の県庁及び区長、市長。青森県東津軽郡平内町朝女海岸の白鳥は小港の白鳥及びそのライ地として国の特別天然記念物に指定されている。新潟県阿賀野市の久子湖は白鳥の飛来により2008年にラムサール条約に登録されている。 新潟には他に福島方、泉の公園のマス方、佐方、田、山市、下田などに白鳥が多く飛来している。北海道で主に見られるのは、オホうツク地方、函館地方に、小樽周辺である。埼玉県川島町に、毎年飛来する、小白鳥の群れ。各地の公園の池に、周年いる、白鳥は、コブ白鳥。 元ヨーロッパを中心に生息していたものを飼育したものや半野生化したものである。現在は白鳥という慣名が一般的だが、くぐいの故障を持ち、日本初期、水認天皇の城などに記載がある。山と岳は死後に白鳥になったという伝承があり、日本では古くから親しまれている鳥である。ちなみに、優雅に泳ぐ白鳥も水面下では激しく、 足を動かしているというフレーズが漫画巨人の星の作中で登場人物のセリフとして語られたことから有名になっているが、これは原作者の梶原一気による創作であり、実際にはそれほど激しく足を動かしているわけではない。実際に白鳥が水面に浮かぶ原理は白鳥を含む水鳥には尻に油脂腺というものがあり、そこから分泌される油を歯狂いで羽に塗り付け、 発水性を持たせている。また、それによって、羽毛の間に空気を貯められるようになり、それが、浮気袋の役目を果たしている。餌付けされていない、野生の白鳥は、マコモダケの茎や根、稲の落ち葉や、水中のもとうを、水と一緒に救いながら食べる。ありがとうございます。